先端部、触手の様子、大怒りナマコは、ナマコの一種。よく伸びると3メートルにもなり、ナマコ最大の種の一つとされる。産後礁の浅い海底に長く伸びて張っているのが、見られる。体は円筒型で非常に細長い。生きている時は、よく伸びると3メートルにも達する。体幅は5センチメートル程度。体側面には、観測がなく、全端に触手があるだけ。 触手は15本で、それぞれに、右上の20から30本の側手がある。体壁は薄くて柔らかく、半透明で年長状。生きている時は、収縮すると体表に、様々な大きさのイボ状の突起を生じるが、標本では全て消える。体色は褐色、帯緑褐色,緑色、暗緑色、暗青灰色など様々な変異があり、一般的にはそれらのうちの2から3色が、 交互に5本、重列をなしていて、これに、濃淡様々な暗色の半紋と黒い半紋が交互に交わっている。皮膚にある骨片は2種あり、一つは、T の字の横棒の両端が下向きに尖った怒り状で、反対の先端も小さく T 字状になり、細かな棘があることから、種名はこれに由来する。もう一つは、怒り状板といい、丸みを帯びた縦長の長方形をしており、 中央付近には6から8の大きな穴が、両端付近には小さな穴が多数ある。なお、ナマコの骨片は、顕微鏡サイズなのが通例だが、本種の場合は、長さが1ミリメートルほどもあり、肉眼でも見ることができる。また、手で触れると引っかかり、粘りつくように感じる。サンゴ礁の提出が砂のところ、例えばサンゴ礁内側の礁庫や礁、腹などに生息する。 動きは緩満で、胴体部はあまり動かない。触手だけは絶えず動かしている。触手を伸ばし、砂を集めて、口に運んで食べる。日本では、与論島以南の南西諸島に見られる。また、徳之島にも生息が確認されている。世界的には、インド洋、太平洋の熱帯区域に広く分布する。このナマコは、ナマコ類では、長さにおいて最大のものとされる。 普通のもので、長さ3メートルほどであるが、最大では4.5メートルの記録がある。ただし、これは水を吸って膨らんだ時のそれである。指で触れるなどの刺激を受けると、すぐに水を吐き出して縮んでしまい、30センチメートルくらいにまで、なってしまう。なお、別族であるがくれないを怒りなマコアフィダスマ SP も4.5メートルの記録があり、やはりナマコで最大とされる。 なお、その大きさも、相まって、かなり不気味な生き物である。岡田、滝ほかには、生鈍獣で蛇のような周回感を与えるとある。以下、記載は、主として、岡田ほか、P97, 岡田ほか、P97 岡田、滝田町、P3 あざま編著、P286 沖縄生物教育会編著、P227 西村編著、P569、 岡田ほか、P97 中村岡田、滝ほか、p さん、ありがとうございます。